おは、とみとみ J だよ。今回ね、ビデオはみんなってこう好きな魚って何ってこう聞かれると、大体さ、サーモンって答えるじゃん。俺もサーモンが大好きなの。ということでね、このトラウトサーモンを使ってカルパッチョを作っていきたいと思います。まあスーパーとかでよく見る刺身で食べるタイプのね、シャキ、まあ、ぬめりを取りたいんだけど、その前に俺は内臓を取りたい。このね、お尻のところ、ここはもうね、結構ね、出っ張りがブクってなってるからね、もう切っちゃう、早速。はーい。うわー、すごい綺麗な白子だな。綺麗な肝臓、めっちゃ綺麗。血合いという血合いを取るよ。ね、内臓を取ってね、水で流したら、この頭をね、落とす作業を始める。なんかオーソドックス、ザ・オーソドックスみたいなね、めっちゃ。でね、頭を落としたら三枚おろし、中骨に取りたくて。鮭はね、比較的腹骨がね、柔らかいから、まあ、さばきやすいのかな。腹骨の下の肉をね、摘出したい。ここがね、すごい美味しそう。ここの部分が絶対美味しいんだと思うよ。これ炙りとかにしたら絶対美味しいかもしれない。トロサーモンをここに置いて炙っていくぜ。やべえ、炙ったら炙ったで超うまそう。やべえ、炙りトロサーモン超うめえ。炙りトロサーモンにハマる YouTuber。 さばき終わったらお酢とオリーブオイルを、あとブラックペッパーだね。こんな感じでね、あえる。ハイスピードでガチでちょっとね、料理をしていくので、できましたピーン。で、カルパッチョだね。すごいね、ちょっとね、トロサーモンのサボりの部分ね、補うためにちゃんと作りました。あ、すごいいい味を出してるね。もう色もね、なかなかいい感じでしょう。いただきマックス。やっぱりこう、さっぱりとしたサーモンの味。いいね。これにトロサーモンと合わせて食べたいね。さっぱりしてるから、なんかこってりしたものと揚げ物じゃないけど、なんかそういうのと合わせてこうなんか出すと、すごいこうおしゃれで合うかなと思って。 Thank you for watching this video。 最後までご視聴ありがとうございます。 LINE スタンプもね、出たんで、下の動画概要欄にあるよ。前回の動画はここパソコンでもスマホでもタッチできるから、前回の動画見たよーって人はね、その下の方におすすめのプ